疲れさん。また今夜な。遊び歩いて無駄遣いするんじゃないよ。はーい、また今夜。何なんだこの人、知り合いか？神奈川県警の元刑事さんだ。刑事？元刑事。直近じゃ免許センターの職員だよ。でもよくここが分かったな、足立さん。あんたの方はあの後大丈夫だったんすか？大丈夫、いやそうでもねえな。クビになったよ、警察。え？あとちょっとで夢の満額退職金だったのにな。あっさり懲戒免職だ。じゃああんたはたった一人でこの場所を見つけ出したのか。春日には俺からスマホを渡してたんだね。あ、そうだよ。だったら来る前に連絡くれりゃよかったのに。連絡つかなかったのはそっちだろう。まあ、撃たれた挙句ホームレスやってたんじゃスマホの充電もできなかったわけだ。俺の体より携帯の心配？スマホが切れてたからお前の居所が分かんなかったんだ。は？ GPS だよ。でいや、お前には分かんねえか。なんだよ感じ悪いな。男が3人も集まって何ちちくりやってんだい？なあ、浜子さん、おはよう。この人は元神奈川県警の。何がおはようだ。もう10時だよ。あんたたち、今日はハローワークに行って仕事を探すんじゃなかったのかい？あ、やべえ。そうだった。早く行かねえと、いい求人が取られちまう。悪いな、足立さん。俺ら仕事見つけに行かねえと。だったら俺も一緒に行くぜ。え？なんで？俺だって今は無職の無一文よ。無一文？少しくらいはあんだろう、貯金とか。ねえって、そんなもん。退職金が頼みの綱だったんだからよ。貯金なんて小学生のお年玉以来したことねえよ。だから退職金当てにしてたんだけどな。しょ、免許センター勤めのくせにただのダメ人間じゃねえかよ。うるせえ。俺は酒と女に金使うのが唯一の趣味だったんだよ。ほら、さっさとハローは行くぞ。
な。そうだ。何言ってんだお前、勇者がどうとか妄想が過ぎるんじゃねえか。現実見ろよ無職さん。俺だけ？まあいいや。こっちの方が面白え。よし行くぞ。やるか。やってやるぞ。誰がいいか、誰を呼ぶか。やるか。逃げるなら今のうちだろ。来い。やべ。おい来た。やるか。やってみろ。あったまったんだぜ。いつ。やるぞ。俺の番だな。やるぞ。コンディションはバッチリだな。よいしょ。来てみろ。来いよ。俺の番か。来いよ。おい。やろうじゃん。おい。よし、行くぞ。やんのか。これで。ふざけんなよ。おい、来た。ザーコン、やるぜ。何だと。行くぜ。俺の番だな。取っておきな。やってみろ。行くぞ。やるか。行くぞ。見せてやるよ。俺の番か。ほら来いよ。やってやる。この俺が相手になってやるぞ。
強くなった気がするぜ。また強くなっちまったか。成長できるとはな。へえ、やれやれだぜ。俺らに金よこせなんて見る目のねえ野郎だな。あ、さっき戦ってる最中によ、本当にこいつら変身して見えなかったか。あ、いや、本当に変身して見えたんだって。大した妄想力の勇者様だな。妄想？さっきのは俺の妄想だったのか。まあお前は思い込んだら止まらねえタイプの人間だからな。自分が勇者だと強く思い込みすぎて敵がモンスターみたく見えたんじゃねえか。思い込みか。まあでもそれくらい思い込みが激しいやつじゃねえと勇者なんてなれねえかもしれねえな。要は自称だろ、自称。なら思い込んだもん勝ちかもしれねえぜ。そうか、そうだよな。よし、やっぱり俺は勇者だ、勇者になるぜ。まったく調子のいいやつだぜ。じゃあさっさとハローワークに行くぞ、勇者よ。今の勇者様のパーティーには薬草を買う金すらねえんだからな。そうだな、まずは金だな。ドラクエと同じだ。本当に人生は RPG だな。ちょっと言いすぎた。調子いいぜ。されてるか。何か言いたいことでも、何見ても何も出ないよ。よし、行くぞ。やめんな。してみろ。上がってこいよ。
何おお、なんだこの家、ゴミだらけじゃねえか。そこ一応質屋さんらしいのよ。え、質屋って、これゴミ屋敷ってやつだろ。こんなとこで商売なんてやってんのか。買ってる人は見たことないわね。あんまりひどいから役所の人が何度か説得しにここの店主に会いに来たんだけど、ここのものは全部店の商品だ、勝手なことをしたら訴えるって店主が言い張って平行線みたい。こんなゴミが商品ね。匂いもひどいし虫も湧くしで、私たちも困ってるのよ。なんとかしてほしいんだけどね。確かに近所にこんなのあったらきついよな。なんとかなりゃいいんだが。なんだ。いや。んだと。なんだ。待てよ。おう。おい。見せてやるよ。行くぜ。
やってやろう。だっ、おった。やんのか。ずっと来い。これでどうださ。とっておきだ。行くぜ。これでどうだ。体調万全だぜ。よ。わかった。頑張ってください。調子いいぜ。
んなに見ても何が何か言いたいことでも下げたりしやがる。放射しねえぞ。よし行くぞ。やんのか。俺の番だ。
水木さん、終了時間過ぎてるけど。うん、さっさと清掃して売り上げの精算よろしくね。はい、フロント、お湯の出が悪い？お客さん変わるたびに風呂のお湯入れ替えないで使ってよ。え？汚い。入浴剤とかでごまかしてよ。うん、洗面台の奥にあるやつ。はい。はい、乙姫ランドでございます。なんだ、なのはちゃん。ん？ああ、そう、休むってこと？で、君確か先々週も生理だったよね。そんなに休まれちゃ困るんだよ。一度病院行って検査受けてお薬でももらってくれば。生理不順なのか何なのか知らないけど、そんなに休んでたら親父さんの施設代払えなくなっちゃうんじゃないの？え？早く死んでくれれば楽なんだろうけど、まだまだ生きてそうなんでしょ？ん？泣いてんの？やめてよ！うちは人生相談所じゃないんだからさ。はい、じゃあまた。あ、体調良くなったらすぐ出勤してよ。はい、じゃあ。はぁ、たくやってらんないね、最近の子は。はいはい、求人の方ね。お待たせしましたね。ダメだ、悪いが俺ここじゃ働けねえわ。同感だな、胸くそ悪すぎる。お前もそうだろ？ん？なんだ、あんたら喧嘩売るためにやってきたのか。え？ハロワの親父からは何とか雇ってもらえないかって言われてたんだな。何でもやる根性のある連中だからってさ。あのおっさんが何でもやるって言ったって、こっちにも選ぶ権利はある。まあ、あの神戸って所長には申し訳ないが、やめとこう。世の中他にも仕事はたくさんある。行こうぜ、春日。おい、一番、何やってんだ。早く行こうぜ。さっきの電話聞いてただろう。俺もいろんな風俗店にガサで入ったり、客として通ったりしてきたが、こいつはクズ中のクズだ。なんだ、暴力か。ケツ持ち呼ぶぞ、ケツ持ち。うちのケツ持ちは清流会だ。泣く子も黙る横浜清流会だ。それでもいいのか。ここは清流会の島だったか。厄介なことになりそうだな。おい春日、さっさとずらがるぞ。おい、なんだお前、本当に清流会呼ぶぞ。それでもいいの。働かせてくださいや、店長。あ？何言ってんだお前。見た感じ店員さんが誰もいなくてお困りなんでしょう。こう見えても俺16年くらいこの業界にいたんでね、何でもやりますよ。なんなら街でキャストのスカウトもやります。どうでしょう。とは言っても他の方たちが。日本